捗はあったか？話すと長くなるんだけど、こっちはちょっとトラブルがあってね。クリーブは日差しの当たるところには行けないみたいなんだ。僕は彼女を連れて地上まで行った。そこまでは順調だったんだよ。でも影になっているところから日向へと踏み出した瞬間、突然彼女の姿が消えたことに気づいたんだ。振り向くと、彼女は影の隅っこに立ったまま静かに僕を見つめてた。あいつ日差しが苦手なのか？いや、でももしそうだったら日差しの下で暮らしたいなんて言うはずないよな。あいつの背中を押してみたか？それもそうか。とにかくいろんな方法を試してみたけど、どれもうまくいかなかった。そのうち太陽が沈んできたから、結局連れ戻るしかなかったんだ。リネット、そっちはどうだった？名簿は手に入れた。ここ。本当か？オイラに見せてくれ。こんなにたくさんあるのか。全部読むのに一体どれだけかかるんだよ。手分けして読もう。ちょっとずつね。はい。ラポイヤうわ、このオレイルってやつ、顔にすっごい傷跡があるぞ。なんか怖そうなやつだな。あ、その人となら話したことあるよ。ある任務で怪我をしてたんだけど、その時は好きな人に嫌われちゃうって冗談を言ってたな。お前はどう返したんだ？好きな人がいるのって聞いたら、いないって言われて、それでおしまい。でもその後彼は、本当に誰かを好きになったらしい。その人のために家から逃げ出そうとしたけど、その目論みは成功しなかった。ある日彼はお父様に呼び出されて、それ以来、二度と会ってない。つまり、あいつは召使いに。残酷だけど、それが家のルールだ。ハウスオブハースでは、誰もが多くの秘密を握ってる。だから裏切りは許されない。家から出たければ、命を代価として差し出さないといけないんだ。ないね。でもそれも無理ないか。この名簿は不完全で、直近の5年間のものしか載ってないんだ。別の方向から調べよう。フレミネ、何か分かったかい？フレミネ？ごめん、考え事してた。他の人たちと話してみたんだけど、家の雰囲気がちょっと変だったんだ。変？うん。実はこの間、家で大きな論争があって、例えば、シャプローとフィリオールの間とか。物資を配ってた時に会った奴らか？確かにあいつらって、雰囲気も話題も全然違ったよな。簡単なことさ。お父様は僕たちをハウスオブハースに連れてきて、知識と武芸を授けてくださったけど、誰もが心からここに残りたいと思ってるわけじゃない。ハウスオブハースに入った僕たちは、自動的にファデュイとしてラベリングされるけど、多くの人にとって、それは堂々と口にできる身分じゃないんだ。成長するにつれ、一部の人は別の考えを抱くようになる。でもハウスオブハースにはルールがあるから、口に出すのははばかられる。シャプローやフォルツはお父様を認めて支持しているし、ファデュイであることを誇りに思ってるけど、フィリオールやナントゥイユにとって、そういう気持ちはずっと希薄だった。こんなトラブルは常に存在し続けてる。もちろん、お父様も知ってるはずだよ。でも、なんだか状況が深刻になった気がするんだ。フィリオールたちは、こっそり集まって、何かを話してるみたいだ。あくまで僕の推測だけど、彼らは、クリーブに会ったことがあるんだと思う。クリーブが彼らを先導してると思うのかい？それはないと思うけど、
もしかしたらクリーブはみんなに誰も知らない家の闇を教えたのかもしれない。僕もクリーブから聞いたんだ。子供たちを実験体にしてるとか、力を持たない人は戦場に出されるとか。フィリオールたちはその話を信じたのかい？全く証拠のないことだよ。信じたとは限らないと思う。でもいい口実ができた。やっぱり根本的な原因は幻冬計画なのか。ちょっとゆっくり話してくれよ。召使いも幻冬計画って言ってたけど、それは一体何なんだ？ごめん、僕も詳細は知らないんだ。ファティスのオンドリとフシャが手を組んで推し進めてる計画で、ファデュイのこれからの戦略に関わってるってことだけお父様から聞いた。神の心を無事手に入れたおかげでハウス・オブ・ハースは認められて、幻冬計画でとても重要な仕事を割り振られた。それっていいことじゃないのか？重要というのは危険に等しい。僕たちにとってはかなり困った事態なんだ。お父様も相当悩まされてるけど、それでも断れない。彼らの計画は合理的だし、僕たちに巨額の経費を与えた。でもこの計画を実行するとなると、こちらは多くの犠牲を払うことになる。これもある意味制圧なんだろう。彼らは情報を扱う部署をコントロールできないことに不安を感じてるんだ。ファデュイの内部がそんなに複雑な状況だとは思わなかったぜ。でもそれがお前の家で起こってるトラブルと何の関係があるんだ？外部からの刺激は内部の対立を激化させる。死の恐怖に心が押しつぶされると、一部の人は間違った行動をとってしまうかもしれない。クリーブの件を解決すれば全てが元通りになると思ってたけど、今の状況は思ってた以上に厄介だ。もしフィリオールたちをこのまま放っておいたら、お父様は遅かれ早かれ手を下すだろうね。お兄ちゃん、私たちは目の前のことに集中するしかない。うん、それもそうだね。今からフィリオールたちを訪ねてもすぐに成果が得られるわけじゃないし、むしろ逆効果だ。とりあえずまずはクリーブを送り出す方法を考えよう。もう遅いからひとまず戻って休もうか。明日日が昇ったらすぐに出発だ。リネット、今回は僕と一緒に来て。フレミネ、フィリオールたちが間違ったことをしないように見張りを頼むよ。今日はみんなお疲れ様。明日もよろしくね。おやすみ。使いがリネたちのやったことを知ったら怒るかな。あいつ笑ってるだけでも怖いのに、もし怒ったら、うん、絶対にオイラのことを守ってくれよ。やっぱりお前は頼りになると思ってたぜ。お、おい、あっちを見ろ。誰かに見つかったらまずいぞ。急いで追いかけよう。
誰も見ていないうちに窓を開けたの。ほら見て、外の景色が綺麗でしょ。残念だけど、それが私にできる限界なの。あなたたちから見て、私のしたことってバカバカしいでしょ。希望の見えない抵抗を続けるよりも、美しい夢の中で生きる方が楽だもの。クリーブ、一体何を知ってるんだ。ちゃんと説明してくれよ。いいわ、聞いたら後悔するかもしれないけどね。私を含めてこの家にいる人はみんなただの道具や消耗品に過ぎないの。利用価値のあるものは生かされ、価値のないものは博士の実験体にされる。死んだ方がマシという人をどれだけ見てきたか、もううんざりよ。それって全部召使いがやったことなのか。そんなことないだろ。確かに怖く見えるけど、そこまで悪いやつとは思えないぞ。うん、信じてもらえないって分かってたわ。みんな彼女をいい人だと思ってた。彼女こそが本当のお母様だって。お母様。でも彼女はその呼び名を汚した。できることならもう二度と顔も見たくないわ。はあ、ペルビーがここにいてくれればいいのに。あの子ならきっとこの気持ちを理解してくれるわ。ペルビー、またその名前か。なんか変な感じがしないか。オイラたちの会話なんだか噛み合ってない気がするんだ。クリーブは本当にオイラたちと話してるのか。だよな。でもまあ、何かオイラたちに打ち明けたいみたいだし、もう少し付き合ってやろうぜ。こんなに小さいのに心の中でいろいろ考えてるみたいだよな。風だわ。そろそろ窓を閉めないと。月が綺麗でしょ。あのね、あなたたちにだけ教えてあげる。スネージナヤの夜のオーロラは今夜の月よりも綺麗なのよ。大人になったら一緒に見に行こうってペルビーと約束したのよ。でも最近ペルビーの姿が見えないの。まさかあの子も。うん、だってあの子は特別だもの。ペルビーはお母様に気に入られてるの。お母様と話さなくちゃ。でも喧嘩したばかりだから会ってくれないと思うし、私もお母様に会う勇気がない。どうすればいいのかな。何を考えてるのか全然わからないな。オイラたちも帰ろうぜ。明日は早起きしないといけないしな。全員揃ったね。今日も計画通りに動こう。え、どうしてそんなことを。実は昨日の夜クリーブに会ってさ、あいつが教えてくれたんだ。オイラたちスメールで博士に会ったことがあるんだ。あいつはすごく危ないやつってだけじゃなくて、悪いこともめちゃくちゃやってたぞ。お父様と博士に付き合いがないとは保証できないけど、お父様が彼と協力するとは思えないな。僕たちは同じ派閥じゃないし、互いを信用してない。協力するための基盤がないんだ。でもお父様が執行官になったばかりの頃、博士がハウス・オブ・ハースと協力したいと言ってたのは確かだよ。お父様はほとんどの提案を断った。秘密の実験を除いて。秘密の実験？もしかしてクリーブが言ってたのってそれじゃないか？違うと思うよ。秘密の実験が何なのかは知らないけど、それはハウス・オブ・ハースが単独で行っているものだ。博士は研究の方向性を提供しただけだから協力とは言えない。それに機密とされているのは実験内容に関することだけで、実験に参加した人のことは全て記録されてるから、クリーブが言ってたのとは全然違う。僕たちを信じてくれ。ハウス・オブ・ハースはファデュイに属してるし、君たちが受け入れられないようなことをすることもある。でも僕たちにだってそれなりのルールやモラルはあるんだ。ふう、
直、もし召使いが本当に博士と手を組んでひどいことをしてたんなら、どう向き合えばいいかわからなかったぞ。でもまさか、クリーブは嘘をついたってことか？そんな風には見えなかったけどな。直接召使いに聞けたらいいんだけど、きっとそう簡単には教えてくれないよな。お父様は昨日帰ってこなかったから、まだ海岸の近くにいるはずだよ。よろしくね、リネット、ついてきて。フレミネも気をつけて、行動開始だ。また会ったな。疲れているように見えるが、昨晩はよく眠れなかったのか？まあちょっとな。悩み事が減ればぐっすり眠れるかもしれない。この後の予定は？戻って二度寝をするのか、それとも新しい話題を探すために頭を絞るのか。いささか興味があってね。今日は講師もいない。代わりにどんな理由で私をここに引き止めるつもりなのかな？ただおしゃべりに来ただけだぞ。ふん、まだこれといった案が浮かばないのなら少し付き合ってくれないか？そう焦る必要はない。裏で動いている者たちとは出くわさない道で行こう。ああ、今日の子供たちは大人の目を欺けると思い込みがちだが、小手先の企みなんかは私からすると一目瞭然だ。まあもう少し時間をくれてやろう。何分私は忍耐強いからな。私は先に行く。もし付き合ってくれるのならパレ・メルモニアの入り口まで来てくれ。君たちがお利口でいてくれたら、あの子たちはまだ生き延びられる望みがあるかもしれない。のあいつの口ぶりからして、きっとオイラたちのやってることを見透かしてるよな。しかも明らかに脅しをかけてきたぞ。おお、リネが早くサインに気づいてくれるといいけど、やっぱりパレメルモニアには行った方がいいよな。あいつにあそこまで言われていかなかったらなんかまずい気がするぞ。じゃあ急ごうぜ。あいつがしびれを切らしてリネんとこに行っちゃったらそれこそまずいからな。約束の階段まで少し時間がある。ここで話すとしよう。子供たちと仲良くしてくれて私も嬉しく思うよ。子供の成長には良好な人間関係が必要不可欠だからね。召使い、お前あいつらをどうするつもりだ？リネ、リネット、フレミネ、それにフィリオール、ナントゥイユ、かなりの人数だ。裏切り者に対し私は常に平等な処置を下す。例外は一切ない。もしかしてあいつらを殺すつもりじゃないよな？陳情でもするつもりか？残念ながら家のルールは誰にも変えることはできない。家では皆自分の言動に責任を負わねばならないのだ。お前はあいつらに何の感情もないのかよ。お前のことをずっとお父様って呼んでて心から尊敬してるのに。いかなる組織であっても感情でルールを変えてしまえば急速に瓦解してしまう。ましてや
ルールに厳しいことで知られるハウス・オブ・ハースだ。言うまでもないだろう。だが客人である君たちは処分対象ではない。これが君たちにかけられる唯一の慰めの言葉だ。リネたちは命拾いぐらいできるだろう。しかしフィリオールとナントゥイユを筆頭とする者たち、それにクリーブも、反逆を企てる者に対しては検討の余地などない。秘密を抱えたまま生きて家から離れることは許されないからな。そんなのあんまりじゃないか。ではこうするのはどうだ。客人の顔に免じてもう少し時間をあげるとしよう。もし与えられた期限内にリネたちがクリーブを消して証拠を隠滅できたら目をつぶってやる。さもなくば悪事を企んだ奴ら全員に厳しい罰を与える。ああ約束しよう。それからこれは君たちに返そう。もうなくすなよ。マジックバードの訓練にはかなりの時間を要する。息の根を止めるのは少々忍びなくてね。どこで捕まえたんだ。さておしゃべりはここまでにして本題に入ろう。君たちをここに来させたのは私にパレメルモニアで話し合わなければならない要件があるからだ。君たちとは関係のないことだが付き合ってもらう。リネたちに状況を知らせようなどとは考えない方がいい。ちょうどいい時間だ。行くとしよう。久しぶりにお目にかかる、ヌビレット殿。面会の申請がこんなにも早く承諾されるとは。パレメルモニアの事務の効率には頭が下がるばかりだ。名高い外交官に対し尊重をもって接するのは当然のことだ。客観的要素からすれば神の心を贈与した時が最後の面会になると思っていたのだが、それに旅人とパイモンも同行しているとはどういった要件だろうか。私は間もなくフォンテーヌを離れる予定なのだが、その前に少し気がかりなことがあってね。一言二言では説明が難しいゆえ提案書を用意してきた。お目通しいただけたら幸甚だ。ご要望の詳細は理解した。ただ無礼を承知で言わせてもらうが、召使い殿がそうする理由がわからない。ヌビレット殿は水を味わう趣味があると聞いた。では水を例にして説明しよう。家は巨大な湖にも似た場所だ。無数の川が流れ込み、また無数の川がそこから流れ出ていく。毎日その湖を眺めていると、流れ出ていくすべての川が海へとたどり着くことを願わずにはいられない。だがそれは不可能であると現実に知らしめられてきた。ほとんどの川は途中で乾き、もしくは土に染み込んで跡形もなく消えてしまうのだ。そういう海にたどり着けない水たちに存在の意味を与えたいと私は考えている。例えば両岸の田畑を潤す、もしくは誰かのカップに注がれる甘い泉になるという存在意味をね。何言ってるかわかるか。はっきりさせておかなければならないことがある。
たとえどんな美辞麗句でごまかそうと、濁った水を飲みたいと思う者はいない。かつて濁っていた水と言うべきだろう。水に混じった泥をろ過し、本来のきれいな状態に戻しておく。だからその点はご安心いただきたい。取引ということだが、詳細についてお聞かせいただけるかな。もしヌビレット殿が提案を受け入れてくださるのであれば、徐々にフォンテーヌから勢力を撤退させる。今後不可避な場合を除き、フォンテーヌで特殊任務を遂行することはないと約束しよう。ダルドフ暗殺事件のようなことは今後起こらないということでいいのだな。寄付金を横領したあの偽善者のことか。彼の死には心から追悼の意を表す。だが現時点でハウス・オブ・ハースが関わっていたという証拠はないはずだ。無論もしヌビレット殿が提案を受け入れてくだされば、今後そういった厄介事が減るよう力を貸すことはできる。一切隙のない物言いだな。いいだろう、その提案を受け入れよう。ご承諾に感謝する、ヌビレット殿。では取引成立だ。私たちはそろそろ失礼する。スネージナヤの湧き水を二瓶ここに運ばせた。今度お会いした時、ぜひ感想を聞かせてもらいたい。ああ、また。くれぐれも約束を忘れぬよう。さあ、旅人、パイモン、行くとしよう。前にも言ったように、私はたやすく他人の感情に共鳴ができる。しかし、あの執行官とは何度か会ってきたが、何も感じ取ることはできなかった。あの者の心はまるで薄暗く底知れぬ湖面のように、波一つ起きていないのだ。生まれつきそうなのか、それとも自らの意志で感情をコントロールしているのか、どちらにせよ危険な人物であることに変わりはないだろう。君たちが同行している理由は聞かないが、くれぐれも身の安全には気をつけてくれ。の会話、一体何の話をしてたんだよ。湖とか川とか言ってたけど、もしかして水に関連した工事の話か。好奇心をかきたてられたのかな。だがそれよりも大事なことがあるのでは。そうだった。リネの方はどうなったんだろう。何かいい方法を考え中なんだよな。頼んだぞ。大丈夫か。すまない、新聞を売ることで頭がいっぱいで。前を、そうだ、おわ、いやいや気にしないでくれ。まあ、少しでも多く稼ごうと多めに仕入れた自分が悪い。今日に限って新聞を買う人が少なくて、まだ売れ残ってるんだ。どうかしたのか。あ、いや、こちらの方にぶつかってしまって。じゃあ俺はこれ。待て、賠償が必要ならちょっと今は手持ちがなくて。新聞を3部いただこう、代金だ。ありがとうございます。神のご加護があらんことを。あなたのような気前のいい人に毎日出会えたらいいのに。ああ、いや冗談さ。明日は仕入れをほどほどにするよ。もうすぐ結婚するからって焦っちゃいけないな。
じゃあ、失礼。用事は済んだ。船でポア村長に戻るとしよう。これで道中、新聞を読んで暇を潰せる。また、もう少しブラブラしてもいいか？そうだ、おいらお腹が空いてきた。まだ淡い幻想を抱いているようだな。もう少し時間を稼げれば、状況が好転するのではないかと。私には、意味のない悪あがきのようにしか思えないが。だが、もし私の友情権に応じてくれれば、リネたちにもう少し猶予をあげてもいい。それから、君たちの疑問にも答えよう。例えば、クリーブの正体について。そして私とは、どんな関係だったのか。急に気前よく振る舞うなんて、まさかオイラたちに悪いことをさせようって魂胆じゃないだろうな。自身の力を過大評価しているようだな。君たちに悪事をなせるほどの天秤は見受けられなかったよ。うい。じゃあ何が目的だ？交渉で最も重要なのは利益の交換だ。一方的な要求や脅迫では望む結果をもたらすことなどできない。ああ、その条件というのは、必要な時、君たちが最も適切だと思う選択をもって、ハウス・オブ・ハースを一度だけ助けるというものだ。俺、別に変な条件じゃないな。でも、必要な時ってどんな時だ？そこは君たちの判断に任せよう。交渉成立だ。ついてきたまえ。何の変哲もない廃墟だが、かつては立派な建物だった。今や壊れた壁しか残っていないがね。ここを訪れる人も、ここで何が起きたのか興味を持つ人もいない。だが、これから話す物語は、ここと関係している。私がまだ執行官になる前、そして、リネたちもまだハウス・オブ・ハースにやってくる前のことだ。私はとある理由で、クリーブの息の根を止め、それから彼女の母親を殺した。クリーブを殺したのは、お前だったのか？そう焦らず聞いてくれ。ではクリーブの視点で、最初から語るとしよう。クリーブは6歳の時、実母のクルセビナによって、ハウス・オブ・ハースに連れてこられた。家は、まるで童話の世界のように見えた。優しい大人たちと仲のいい子供たちが共に暮らす活気にあふれる場所だ。クルセビナは当時の召使い、つまりハウス・オブ・ハースの責任者であり、クリーブだけでなく全ての子供たちのお母様だった。クリーブはここで何の憂いもなく生活を送っていたが、この家が
童話の世界などではなく、名実ともに煉獄であることに気づくまでそう時間はかからなかった。煉獄？ああ、ハウス・オブ・ハースは世界各地の戦争孤児を受け入れていたが、孤児たちをどう育てるかは権力者の思想次第だった。クルセビネはとても斬新なアイデアを提案した。子供たちに戦う術を教えて殺し合いをさせるというものだ。その戦いは最も才に恵まれた王が勝ち残るまで続く。その過程で生じた死傷者の数は計り知れない。そして死者を除き生き残った負傷者でさえ無駄にされることはなかった。彼らは博士のところに送られて実験材料になるか、捨て駒として危険な任務を割り当てられたんだ。クリーブが言ってた実験ってそういうことだったのか。その後クリーブはどうなったんだ？クリーブはクルセビナの実の娘だってさっき言ってたよな。クリーブが頼めばクルセビナも耳を傾けてくれたんじゃないか？いや、クルセビナは娘のクリーブに対して何の感情も抱いていなかった。ハウス・オブ・ハースに連れてきたのはお母様として皆を平等に扱っていることを見せるためだ。母親を説得できなかったクリーブは表立った抗議を試みた。だがクルセビナが紡いだ甘美な夢に浸っている子供たちは偽りの幸せを抱きしめるばかりだった。だが一人例外がいた。クリーブと同じ年でハウス・オブ・ハースの真相を知った子だ。その子の名はペルヴェール。あ、思い出したぞ。クリーブが言ってた友達のことだよな。友達か。とりあえずそういうことにしておこう。明るく情熱的で自由に憧れ、生まれながらにして反抗精神を持つクリーブとは違って、ペルヴェールはとても冷酷な人間だった。そういう性格だからこそクルセビナの企みを見抜くことができたのだろう。そして冷酷だからこそ彼女は最初お母様に反抗しようなどとは考えなかった。殺し合いで最後まで生き残れる自信があったからな。何はともあれ冷静さを保っていた二人は自然と仲を深めていった。クリーブはペルヴェールに自分の描いている夢の話をたくさん聞かせた。誰も犠牲になることのない本当の家を作りたいとね。彼女は行動でその決意を証明した。何度も逃げ出し、何度も他人に助けを求め、何度も真相を暴こうとしたんだ。その度処罰で全身が傷だらけになったが、その決意が揺らぐことはなかった。歯を食いしばって痛みに耐えながらも彼女はつま先立ちで窓を開け、ペルヴェールと一緒に夜空の月を眺めた。その瞳は自由への憧れであふれ、さんさんと輝いていた。そしてやがてその輝きは消えていった。嫌な予感がするぞ。その後どうなったんだ？彼女が感じた絶望は具体的な出来事によるものではなく、数えきれないほどの失敗によるものだ。10年が経ち、二人とも大きくなってもなお脱出の目処は立たないままだった。そんな中ペルヴェールから一つ提案があった。逃げられないのならいっそのこと虚栄で飾られた玉座に座るお母様を暗殺してしまおうとね。クリーブはその提案を断った。一つ目の理由は、名高い執行官としてクルセビナは想像を絶する強さを誇り、暗殺の成功率が非常に低いからだ。もう一つの理由についてクリーブが口にすることはなかった。だがペルヴェールは気づいていた。クリーブはクルセビナのことをまだ母親だと思っており、その血筋を断ち切れずにいるのだと。逃げることも抗うこともできないのなら残る道は一つだけ。ああ、君の推測通り、彼女が解放される唯一の方法は死だった。決闘場に立った彼女の相手は
ずっと共に歩んできたペルヴェール。過酷な戦いを経てクリーヴは自らペルヴェールの手によって命を絶つことを選択した。烈火で焼き尽くされた地に大雨が降り注ぎ、全てが洗い流された。無数の死骸を踏み潰して一人勝ち残ったペルヴェールは唯一お母様に認められた王となった。振り返れば10年前から自分が生き残るこの日を予測していた。ただ王座に就くことができた時、彼女の胸に満ちていたのは喜びではなく名乗しがたい苛立ちだった。さてここで一つ問おう。苛立ちを鎮めるためにペルヴェーレが取った行動は何だったと思う？クルセビナを殺すことか。でも正解だ。ペルヴェーレは親友を殺してから1年後、同じ場所で二人にとってのお母様を激しい戦いの末に殺した。手にかけたその瞬間、彼女の頭の中に善悪の判断など一切なかった。ただ生き残った者だけがルールを書き換える資格があるという家の決まりだけが脳裏に焼き付いていた。ペルヴェーレは勝った。新しい執行官となった彼女に女皇陛下から新しい名が授けられた。アルレッキーノ。え？お前がクリーヴの言ってたペルヴィ？いや、ペルヴェーレだったのか？アルレッキーノって後から付けた名前だったんだな。もう長いこと使っていない名前だ。久しぶりに口にするとどうにも懐かしい気分になるな。その後私はクルセビナが使っていたお母様という肩書きを廃止し、自分の本名を捨てお父様アルレッキーノとしてハウス・オブ・ハースの再建に取り掛かった。物語はここで終わりだ。聞きたいことはあるか？さっきのお前の話からするとクリーヴが死んだ時はもう子供じゃなかったんだろ？あの幽霊、いや亡霊って言った方がいいかもな。あれは一体何なんだよ？あれは炎の中から生まれた巨像、あるいは余人と言うべきか。私の血筋には呪いに近い力があってね。私の炎に飲まれたものはこの世にある種の残影を残す。とはいえクリーヴのように独立した意識を持つ個体が形成されるのはごく稀なことだ。クリーヴが死んだのは16歳の頃だったが、その余人は6、7歳の姿をしている。他の部分の姿や記憶はほとんど焼き尽くされてしまったからね。人の記憶は実に不思議なものだよ。その一部が失われることによって自己認識も変わってしまう。10年間の記憶を全て失えばまだ子供だった頃の過去に戻る。道理でクリーヴと話してた時なんだか変な感じがしたわけだ。こう言った方が分かりやすいだろう。彼女は時間に閉じ込められている。私たちがいる今ではなく彼女だけの過去を生きているのだ。じゃあクリーヴがハウス・オブ・ハースに隠れてたのお前はとっくに気づいてたのか？ああ、彼女の存在は不安定だが子供たちを見守ってくれているようだった。何人か危機を救ってくれたことさえある。同時に私を避けながら彼女自身の視点から見た真相を会った人たちに伝えているようだがね。残影は学習や成長することができない。新しい情報に触れても時間とともにすぐに忘れてしまう。クリーヴを太陽の下に連れて行こうとして失敗しただろう。理由は簡単だ。彼女にとって家は逃げることができなかった場所。その認識を覆すことはできないからさ。だが心配は無用だ。直に私が再び彼女を殺し余人を消すからな。待てよ。あいつを消したい理由は分かったけど本当にそうするしかないのか？今のあいつは6、7歳の姿で止まってるけどお前の友達だったんだろ？せめて面と向かってあいつと話した方がいいんじゃないか？もう遅い。ルールを破った以上罰を与えられるべきだ。クリーヴだけではない。彼女の影響を受けた
フィリオールやナントゥイユも。私とクルセビナの違いは、異なるルールを作った点であって、ルールを守ることにおいては、何ら変わりない。それこそが、家を形作る土台だと、理解してほしい。本当にそれでいいの？何がだ？グリーブに、ちゃんとお別れを告げたくないの？暗殺者として、そしてお父様として、タブーな感情が二つある。憤怒、そして干渉だよ。憤怒は衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。さて、そろそろだろう。ここに来る前、夕方になったら、悪い子をここまで連れてくるようにと、いい子たちに言いつけてある。約束通り、猶予をかなりやった。さあ、結末を楽しみに待とうではないか。お父様、みんなを連れてきました。これから処刑するのかな？処刑を見るのは初めてだ。リネ！ごめん、話は聞いたよ。たくさん時間を稼いでくれてありがとう。だけど結局、クリーブの願いを叶える方法は見つけられなかった。あ、もしかしてペルビー？ああ、久しぶり、クリーブ。ペルビー！し、そこから動くな。昔話をする前に君たちの罪を清算しよう。お父様、今回のことは。下がっていろ。お父様。君たちは、家にとって脅威となる人物をかくまった。処罰を受けて当然だ。だが全体的に見れば、君たちの罪は一番重いものではない。故に少々多めに見てやってもいいだろう。しかしその前に、家を裏切った者は、全員処分しなければならない。家を裏切ったって、私たちのことですか？お父様、説明させてください。俺たちは。フォルツ、集めた情報を報告したまえ。はい。3回目の夜の会合、参加者フィリオール、ナントゥイユ、ソット、タディエ、ナントゥイユ、当時俺たちを受け入れたのがお父様じゃなかったらよかったのにとはっきり言っていました。ソット、誰だって普通に生きたいって思うよ。今の生活にはうんざりだと相槌を打っていました。フィリオールはもっとひどいことを口にしていました。家の他のメンバーのことをイカれた奴らと言った上に、言葉の端々からお父様への不敬が見えました。そんなこと言ってない。違う、フォルツ、デタラメを言わないで。聞いたのは俺だけじゃない。その後、タリエを含むたくさんの人がクリーブから聞いた数々の話について議論し始め、お父様を問い詰めるための材料を集めていました。今のままじゃカゴに閉じ込められた鳥と変わらない。カゴを破るしか方法はないわって言ってただろ。あんた、私に消えてほしくて仕方がないんでしょ。何か恨みでもあるの？それにシャプロ、あんたが倒れた時誰が看病したかもう忘れたの？なのにどうしてこんなことを。フィリオール姉ちゃん、誤解しないで。シャプロー兄ちゃんも俺も家族が死んでほしいなんて思ってない。嘘つき。ならどうしてこんなことをするの？どうして私たちを死地に追い込むわけ？俺たちはみんなハウスオブハースの一員だからだよ。普段それぞれ任されてる仕事についてはフィリオール姉ちゃんも知ってるだろ。家を裏切るってことは十数人、いや何十人もの犠牲を出すことにつながる。前にもこんなことがあった。俺よく覚えてるもん。だからハウスオブハースではどんな形の裏切りも許されない。ポア村長に来てから姉ちゃんたちは7回も密談をしてるし、明らかに一線を越えたような話もたくさんあった。半月前から私たちを監視してたの？待って、もしかしてポア村長に引っ越したのも私たちが裏で連絡を取りやすくするため？そう、
とっくに罠を仕掛けてたのね。すまない、フィリオール、ナントゥイユ、クリーブ。それに君たちは俺の命の恩人だ。もし以前中毒を起こした時に君たちが助けてくれていなかったら、俺は今日まで生きていられなかった。他のことなら命を懸けてでも恩を返そう。でもルールはルールだ。俺にはどうしようもない。どうして？諦めよう、フィリオール。過ちを犯したのならその席を追うべきだ。俺たちの行為がルールに反したものであったことを否定するつもりはない。シャプロー、フォルツ、ごめん。お父様、申し訳ありません。さあ、処刑を。シャプロー、ハウス・オブ・ハースのルールにのっとり裏切り者をどう処分すべきだろうか。全ての裏切り者は代価として命を差し出さなければなりません。なら、その通り執行しろ。待ってください、お父様。何か言いたいことでも、リネ。お父様、どうか考え直していただけませんか。フィリオールたちの行為は果たして本当に裏切りと見るべきでしょうか。僕たちは皆どうしようもない家庭からやってきました。そしてハウス・オブ・ハースの一員になったその日から、ここを真の家にしたいと誰もが願ってきています。しかし、真の家とはどういうものなのか僕たちは誰も分かっていません。もちろん僕自身もその答えを知らない。でもこのままフィリオールたちを処刑してしまえば、ルールを守ることはできても真の家からどんどんかけ離れてしまうのではないでしょうか。どうかもう一度お考えください、お父様。私もお兄ちゃんと同じ考えです。お父様、どうか。リネ、みんな。俺もリネに賛成です。お父様は命令を撤回しない。だが、もし君たちが心を決めたのなら、武器を取って前に出たまえ。武器を取って？お父様、決闘のことでしょうか。その通りだ。家のルールが変わることはない。故に裏切り者は必ず罰せられる。しかし、決闘も家のルールの一つだ。もちろん私にも適用される。君たちが十分な力を発揮できれば、私を説得し譲歩させることができる。お父様に勝てたら？無理だよ。たとえリネ兄ちゃんでもお父様との差はでかすぎる。旅人、今の聞いたか？召使いとリネたちが決闘するって。